からこれより出発です。はい、本日は岩田の上へご来場いただきまして誠にありがとうございます。これより三陸駅へ向かいます。途中3本の通路を通過します。通過ごとに揺れることがございます。手荷物足元を教えてください。まもなく1つ目の駅です。この地球は下り傾斜36度ございます。このロープウェイで一番角度がある場所となります。足元ふわりと浮くような感覚するかもしれません。少し不安です。ご注意ください。今日は岩手側、湖北側で大変よくご覧いただけます。また右手の方向、比叡山の右側からはこの時間少し霞んでまいりましたが京都の街もご覧いただけます。しばらくの間ですが周りの景色をどうぞお楽しみください。ではご覧いただきまして少しご案内してまいります。進行方向向かって左手の島、大小2つのコブのような形をした島がございます。沖ノ島、奥島です。沖島にはおよそ300人の方が住んでいらっしゃいます。淡水湖に人が住む島は日本では沖島ただ一つとなっております。両湖には4つ島がございます。沖島が一番大きな島、小学校や郵便局もございます。まもなく中間地点です。左側にて上りロープウェイと続きます。中間地点です。目の前に広がる琵琶湖、滋賀県の中央に位置し、滋賀県全体の面積はおよそ6分の1を占めております。その大きさは兵庫県淡路島とほぼ同じ。琵琶湖の方が少し大きく670平方キロメートル、琵琶湖の周囲235キロございます。また右手にかかる橋は琵琶湖大橋です。琵琶湖大橋のあたり、琵琶湖の幅が一番狭くなっているところです。向こう岸までは 1.35 キロメートルとなっております。変わってこの辺をご覧いただくと、矢印のような形をしたもの並んでいるのがご覧いただけるかと思います。これは琵琶湖にしかない伝統漁法の一つ、定置網漁とエビというものです。エビではアユ、ワカサギ、ニゴロブナなど使用されています。本日お越しいただいた琵琶湖は年間通して営業を行っております。春から夏にかけては次々とお花をお楽しみいただけます。秋には紅葉もご覧いただけ、冬は都市近郊スキー場として西半身よりたくさんの方でにぎわいます。季節ごとにイベントもございます。またのご来場お待ちいたしております。三陸売店琵琶湖ストリートでは地元名産品、お菓子など取り揃えております。お帰り前にどうぞお立ち寄りお買い物ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく到着です。降り口は左側です。お忘れ物ないのをご注意ください。降りる際は左側です。お忘れ物ないのをご注意ください。降り口左側です。降り口左側です。降り
到着です。これよりホームが降りてまいります。足元左右に揺れることございます。手荷物足元左右に入れます。ごめんなさい。はい、では扉を開きます。